中島町。中島町は、広島市中区の中心部に位置する町であり、広島平和記念公園の所在地として知られる。中国地方や九州で、中島は、静音の中島と読む、人名、地名が多いが、こちらは、中島と濁音である。この項目では、主として、かつて繁華街であった中島町。旧町名は、中島本町、材木町、天神町。 天神町、天神町、元柳町、元柳中、小引町、中島新町の6町の歴史についてもべる。中島町は元安川と旧大田川、本川、本川の分岐点に位置し、現在町域の大半、平和踊り以北は、広島平和記念公園、平和公園となっているが、原爆投下まで広島でも有数の繁華街の一つであった。 この地区の北端に架か,かるあよい橋は、全国でも珍しい T 字橋として知られている。また南は、加古町、東は元安川を挟んで大手町、西は、本川を挟んで、本川町、猫屋町、境町、土橋町、河原町に接する、も、すべて、中区内。中島地区は、毛利照元による広島津域以来の町人町で、 二つの川の分岐点に位置することから、半世紀には、大田川上流の京北地域と広島湾島を結ぶ水運による物産集産地となり、また、西国街道、西陽道がこの地区の中ほどを横断していた、現在の中島本通り。明治期に移行してもこの界隈は、広島随一の盛り場の地位を譲らず、加えて八百八十九年の市政施行により、中島新町に、 死書が置かれていたため、1878年以降、県庁が設置されていた隣の過去町、現、中区過去町と合わせこの近辺の地区は、県政、市政の中心部としての位置を占めていた。中島町界隈の繁栄に行く文化陰りが生じるようになるのは、大正期以降である。これより、先、1894年の山陽鉄道、現、 JR 西日本産業本線開通で、地域全体から見ると、東の外れの位置にある松原町に、広島駅が開業、ついで1912年、旧広島城外号を埋め立てて、広島駅とあいおい橋日が沈め、現在の原爆ドーム前限定。当時は、矢倉下と呼ばれたを結ぶ、市内電車線、現、広島電鉄が開通すると、市内のメインストリートは、 電車通りに沿って次第に東に移るようになり、本通り、電車通り伊藤、神谷町、八丁堀などが新たな繁華街として台頭した。さらに1921年八丁堀の南に新天地観楽街、現、中区新天地が開発された結果、市街地の中で中島町界隈が商業、娯楽地区として占める地位は次第に低下していくこととなった。そのため、 この地区に置かれていた主要金融機関の本店、支店は昭和初期までに神谷町、八丁堀面の新店舗へと次第に移転していった。また中島新町の市役所も昭和初期の地域拡大に伴い手狭になることが予想されたため、1928年現在地の国体寺町の新庁舎に移転した。しかし中島地区は 映画や洋食などモダンな文化を発信する街としては、なお健在であり、古い歴史を持つ広島有数の盛り場として栄えた。戦前期広島の繁華街を象徴する、鈴蘭島は、中島本通りにも設置され、夜の街並みを彩った。しかし、第二次世界大戦期に入り経済統制によって、市内の盛り場全般が錆びれるようになると、この地区でもほとんどの喫茶店、 映画館が営業困難になり、閉店を余儀なくされた。さらに、戦争末期には、空襲が予想されたため住民の疎開が相次ぎ、また、地区の南端、天神町南組及び小引町、中島新町の南半では、防災のための強制建物疎開が実施され、大型の建造物が取り壊されていた。この実施区域が、第二次世界大戦後の戦災復興計画により、 平和大通りとなった。1945年8月6日の原爆投下によって広島は甚大な被害を受けたが、当時約1300世帯、約4400人が暮らしていた中島地区はほぼ全域が爆心半径500メートルの同心園内に入っており、町も住民も一瞬のうちに消滅した。また当日はこの地区で建物疎開作業が行われていたため、 金老奉師で動員され中島本町、材木町の集合場所、爆心地から、おおむね五百から六百メートルに集まっていた、と、県立二中、私立工場、私立造船工業学校や、近郊地区、朝郡川内村などからの義勇隊員もほとんどが、全滅した。戦後の焼け跡には、被爆当日たまたま自宅を離れていたために生き残った、わずかな住民を含む人々が、 400個に上るバラックを建て居住していた。しかしほどなくしてこの地区に中島公園として市民公園の建設が計画され、最終的には1950年広島平和、記念公園及び平和大通りが作られた。この際、被爆時の地面に盛り土がなされたため、九十民のほとんどは立ち退きを余儀なくされた。しかし1960年代になると、彼らの中から、 瞬時のうちに消滅した町と住民を追悼すると、ともに古くからの盛り場として、またモダン文化の拠点として、中島地区が栄えていたことを懐かしみ、被爆前の町並みのありようや、被爆の実相を記録に留めておきたいという動きが出てきた。この運動の成果は、爆心地復元調査としてまとめられた。その後現在に至るまで、復元調査は対象地区を拡大しつつ進行しており、 中国新聞などの協力でより精密な復元地図が作成されている。戦後久しくこの一帯において、戦前の界隈の名残を伝えていたのは、原爆に耐え焼け残った、レストハウス、旧、大正や五福店以外には、公園内の街路として残された、中島本通り、古刹、自戦時の跡地に残された墓石の残骸、及び旧町民が跡地に建てた、いくつかの慰霊碑だけであった。 しかし2008年8月、平和公園内に、旧中島本町、天神町、材木町、元柳町それぞれの戦前町並み、当時撮影された写真画像も含まれるを紹介する説明版が新たに設置されている。中島町界隈を構成する旧六町、旧町名で、中島本町、材木町、天神町、元柳町、小引町、 中島新町の成立はいずれも半世紀、一部はそれ、以前の毛利氏支配時代まで遡るが、当時は中島組にまとめられ、広島城下の町分、五組の一つに数えられていた、地震州。なお、中島の名は、本川と元安川に挟まれた三角州の島の名に由来する。1965年4月の町名改正によって、旧町名は消滅し、 旧加古町の一部と合わせて、現町名、中島町に統合された。また先日の通り旧中島本町、旧材木町、旧本柳町は、全域が平和記念園として整備されたが、旧天神町、旧小引町の南半分及び旧中島新町の大部分は、平和大通りとなるか、それ以南の市街地、現、中島町内として残っている。 元安川と本川に挟まれたデルタの北端地区で、特にその先端部分を自戦自花と称した。毛利市による広島追記当時からの町で、町名は中島の本通りであることに由来する。この町の北端には T 字型の橋として有名な原爆の投下目標ともなった愛生橋が架けられた。町域のほぼ中ほどを中島本通り商店街。 旧西国街道が横断し、映画館、カフェ、ビリヤード場などの娯楽施設や、銀行支店などの商業、金融施設が集中する中島地区の中核であった。原爆の犠牲になった町民は458人。原爆供養等、原爆のこの像、平和の明かりはこの旧町域に建設されている。また1956年には中島本町会により、跡地に、 平和の観音像、中島本町町民慰霊碑が、中島本町被爆復元地図と共に立つされている。中島本町の南に隣接し、東側の天神町と西側の元柳町に挟まれた地区で職人の町として知られた。町名はかつてこの町に多くの材木商が住み、大高川上流からイカが、荷船などで運ばれた木材集産地となっていたことにちなむ。 大正以後、陸上交通が急速に明けたため、集散地として、寂びれたが、西岸寺をはじめとして、寺院の多く立ち並ぶ、下町の住宅街として知られていた。被爆当日にはこの町内で、建物疎開作業が行われていたため、焼け跡には、犠牲となった多くの同員学徒の遺体が、散乱していたと伝えられている。旧町域全体が平和記念公園として整備され、平和記念資料館、 西立、広島国際会議場、芝生広場、原爆慰霊碑など平和公園の主要施設の大半は、この旧町域に建設されている。1957年には、旧住民たちが自然石で、材木町跡とのみ刻んだ石踏みを混流、位置は、旧天神町北組内下。中島本町の南に隣接する、元安川沿岸の地区で、古くは、船町、 船町と称されていたが、広島追記の際毛利氏が吉田からこの地に天神社を勘定したことから天神町と呼ばれるようになり、元安川に架か,かる新橋、皇室を境に北組、南組に分けられていた。病院、旅館などが軒を連ねる町で、2005年放送の TBS 制作ドラマ、広島昭和20年8月6日はこの町に存在していたと、 一角の軍用旅館を物体として設定している。被爆直前の強制建物疎開により、南組の大部分は建造物が撤去されていた。現在、旧庁域の内北組は平和記念公園として整備され、平和記念資料館、東館、原爆死没者追悼平和記念館が建設されているが、南組は大部分が平和大通りとなり、それ以外が市街地、原、 中島町内となっている。1973年には、9住民、町内会により、旧天神町北組霊碑及び道、南組霊碑が建立された。北組霊碑は平和公園内、南組霊碑は平和大通り南側の緑地に所在。中島本町の南に隣接する本川沿岸の地区で、広島津域当時からの町である。町名は、川の土手に、 柳の大木があったことに由来し、元来、柳町を称していたが、その後、東柳町、現在の南区稲荷町が開かれたことで、元柳町と称するようになった。問屋街として知られ、川岸には下記船が係留されていた。旧町域全体が平和記念公園として整備された。材木町の南に隣接する地区で、広島津行当時は、 小引小屋がある二十歳であったことから、後の中島新町と合わせ、中島地方、中島地形と称され、天南年間十七世紀末頃に小引町王として独立した。材木町と同じくかつての材木の集産地であり、後に住宅街となった。建物疎開により被爆時には町並みの大半が撤去されていたが、戦後この撤去区域の一部が平和大通りとなり、 旧町域のごく一部が、市街地、現、中島町内として残っている。元柳町の南に隣接する本川沿岸の地区。追記当時は、小引町と合わせて、中島地方と称され、天南年間頃に、中島新町として独立した。町名は新たに開発された町であることに由来する。1882年、町内の旧広島藩、米倉の跡地に、 広島区役所が建てられ、1889年の市政施行により市役所に昇格、市会議事堂が併設された。これらが1928年、国体寺町に移転するまで町は市政の中心地となっていた。小引町と同様建物疎開により被爆時には町並みの大半が撤去されており、戦後この撤去区域の一部が平和大通りとなった旧町域のほとんどは、 市街地、現、中島町内として残っている。半世時代以来の歴史を持つ名刹が多く所在する。この界隈は、中寺町とも呼ばれていた。2018年6月末、の人口は664人、世帯数は347世帯。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。